お母さん、今日の結婚式のことなんだけどさ、お母さんも欠席でよろしくね。悪いけど今すぐ帰ってちょうだい。え？欠席？もうスタッフさんに頼んでお母さんの席は撤去済みなの。だから無理やり座っても意味ないからね。どういうことよ、美月。どうしてお母さんの席を撤去なんてするの？欠席でよろしくって、一体何があったのよ。何があったっていうか、ずっと考えていたんだよね。私最初からお母さんを式に呼びたくなかったの。え？だから思い切ってお母さんの席を撤去しちゃった。これで貧乏人が式場にいるなんてことはないし、私も安心して結婚式を楽しめるよ。貧乏人って、まさか私のことを言っているのかしら？他に誰がいるのよ。たった一回のお父さんの浮気すら許せずに離婚したバカ貧乏人が、お父さんは大企業勤めで、私に何でも買い与えてくれるくらいお金もあったのに。なのにお母さんが離婚したせいで、うちは貧乏母子家庭に没落。私を不幸に落としたお母さんなんて、結婚式に参加する資格なんてないんだよ。何ですって？私の結婚相手が誰か知ってるよね。拓也くんは裕福なご実家で育ったお医者様なの。年収は余裕で1000万超えてるし、ご実家も大豪邸。そんな人との結婚式に貧乏人のお母さんがいるなんて恥ずかしいのよ。母親が恥ずかしいなんて、自分の親に対してどれだけひどいことを言ってるか分かってるの？今更ショックなんて受けないでよ。私が高校卒業してからは一切会ってないんだしさ。娘に嫌われてる自覚ぐらいはあったでしょ？ええ、それはうすうす感じていたわよ。大学進学で東京に出てから一度も実家に帰ってきてくれないからね。私の方から会いに行っても、試験で忙しい、仕事で忙しいって、いつもドタキャンばかりだし。あからさまに避けてるのにしつこいんだよ。こっちはあんたの顔も見たくないの。お前みたいな最低な母親には会いたくもないんだよ。最低ってそんな。私なりに母子家庭でも貧しい思いはさせないように頑張ってきたのに。学費も大学時代の家賃も生活費も全部お母さんが出してあげたじゃない。そんなの嫌ならやって当然だから。そんなことで祝ってんじゃねえよ。美月、もし結婚式にどうしても参加したいって言うなら、ご祝儀100万を包むこと。この条件が無理なら絶対に参加させないから。ご祝儀に100万円も？彼のご両親もそれぐらい出してくれるみたいなの。自分が最低の親じゃないって言うなら同じ金額を包みなさいよ。ま、あんたにはこんな大金無理だろうけどね。今から ATM に走ってもそもそも100万なんて持ってないよね。親にご祝儀の金額を指定するなんて、こんなの聞いたことがないわ。美月、あなたは本気でこの条件を母親に突きつけるつもりなの？ただ私は娘の結婚式をお祝いしたいだけなのに、女手一つで育ててきた母親に本気でそんなひどい条件を出すっていうの？もちろん本気で決まってるでしょ。ご祝儀100万も包めない貧乏人は帰れ。医者の妻になる私に貧乏人の母親はもう必要ないんだよ。わかったわ。二度と顔見せないで。優子さん、本当に結婚式を欠席するつもりですか？どうにか僕たちの結婚式に出てくれませんか？え？美月から優子さんが欠席されると聞きました。でも今日は一生に一度の結婚式なんです。母親として娘の結婚式どうか出席してあげてください。美月も母親は来てくれないと控室で泣いているんです。ちょっと待ってください。え、どういうことですか？私はその娘から式を欠席するように言われてたんですが。何を言ってるんですか、優子さん。新婦がそんなことを母親に言うわけないじゃないですか。え？急な仕事が入ってしまったので欠席するんですよね。事情はわかりますが、今日ぐらいは美月を優先してくれませんか？私のために仕事を頑張ってきた母を尊敬してる。だから仕事に行く母を私は止めたくないし、仕事を頑張ってほしい。美月はそんなけなげなことを言っていますが、内心は違うと思います。きっと母親の優子さんが出席したら喜びますよ。美月ったら、私を追い出しておいて新郎の前ではそんな風に説明しているんですね。え、追い出す？拓也さん、信じられないかもしれませんが、私は娘の美月に結婚式に参加するなと追い出されたんです。
本来は仕事も休みを取っていますし、もちろん心から結婚をお祝いするつもりでした。どういうことですか。みつきから聞いた話とは全く違うんですが。どう説明したらいいんでしょうね。とりあえず帰ったふりをして式場の近くのカフェにいます。どうかみつきに見つからずお会いできる部屋を用意してくれませんか。そこで全てを説明します。わかりました。僕の親族用の控室がありますので、ちょっと準備しますね。後ほどすぐ連絡します。おとなしく帰ってくれてありがとう。スタッフさんから聞いたわ。くさっぺらいご祝儀だけを置いて帰ったそうね。50万も入ってるご祝儀をうさっぺらいというのね。やっぱりご祝儀100万なんて貧乏人には無理だったか。ああ、せっかくの娘の結婚式に参加できなくてかわいそう。しっかりとお金さえあれば参加できたのにね。貧乏なばっかりに娘の結婚式もお祝いできないなんて、惨めな母親ね。よく言うわよ。あんたが私を追い出したようなもんなのに、母親を貧乏人呼ばわりするわ。ご祝儀に100万も指定するわ。あなたにはがっかりよ。一生懸命育ててきた娘にこんな仕打ちを受けるなんて。私の今までの努力を踏みいじられた気分だわ。何が努力や。そんなこと言うならまずは離婚しない努力をしろっちゃうの。大手企業勤めのお父さんと離婚なんてしやがって。それさえなかったら私は貧しい片屋暮らしにならなかったのよ。お母さんの間違った判断のせいで私の人生めちゃくちゃなんだから。お父さん浮気なんてひどいことをしたのよ。お母さんのことも娘のあなたのことも裏切ったの。浮気相手に夢中でろくにあなたの世話もしないで、あのまま結婚生活を続けていた方が人生めちゃくちゃよ。私はあなたのために離婚を決意したの。本気でがましいこと言わないでくれる。私は離婚してくれた方が嬉しいなんて一言も言っていないから。むしろ恥ずかしい母子家庭になるよりは両親揃っていた方がマシだったわよ。母子家庭のどこが恥ずかしいのよ。学校も習い事も何でも好きなところに行かせたわ。経済的に困らせたことなんて一度もないじゃない。母子家庭ってだけで貧乏臭がペンペンするのよ。お金に困ってなくても片親ってだけで世間の評価は最悪なの。は？何やっても母子家庭のくせに頭いいのね。母子家庭のくせに意外と運動もできるのね。お金があってもどうせ母親が超節約してるんでしょって思われるの。何やっても貧乏人のレッテルが貼られるんだよ。何よそれ。そんなこと誰かに言われていたの？言われてはないけど、そう言われてるように感じるの。は？とにかく私にとって両親が揃っていないってのは恥ずかしいの。ましてや新郎の拓也くんは両親が揃っていてお金もあって、母子家庭の私はとにかく肩身が狭いの。なんかわからないけど、とにかく恥ずかしいのよ。だからもうお母さんとは関わりたくないのよ。なんなのよそのくだらない理由は。勝手にコンプレックスに感じているだけじゃないの。でも周りには母子家庭なんていなかったもん。大学の友達も会社の同僚もみんな家族円満で片親家庭なんていなかったもん。結局はみんなと違うから恥ずかしいってこと？小学生がそう言うならまだわかるけど、大人になってはまだそんなことを言うなんて。母親が娘のために仕事も家事も頑張ってるところ目の前でみつきは見てきたわよね。それでもみんな母親に対して恥ずかしいなんて言えるの？言えるわよ。とにかく私にとって母子家庭ってのは恥ずかしいことなのよ。みつき、結婚したら私は医者の妻としてセレブとして生きるの。そしたらもうお母さんとは別世界の人だからね。片親家庭なんて恥ずかしくて最悪よ。もう二度と私には関わらないで。じゃあ俺とは結婚できないな。え？みつき、結婚式は中止しよう。俺そんな考えの人とは結婚できないよ。さんには帰ったふりをしてもらっていたんだ。そして今は俺の親族用の控室にいてもらっている。俺に詳しい状況を説明してもらうためにね。え？俺には仕事を理由に欠席するって言ったよね。なのに実は君から優子さんに
欠席をお願いしていたなんて。しかもその理由がこんなくだらないことで、今でも信じられないよ。たくやくん待って、話を聞いて。くだらないことに聞こえるかもしれないけど、私には大事なことなのよ。たくやくんだって母子家庭ってきっと貧乏のイメージがあるでしょ。私はそれがすごく恥ずかしいのよ。片親ってのが私はとにかく嫌なのよ。俺はそう思わないよ。それに一人親ですら恥ずかしいなら、父も母もいない俺はさらに恥ずかしい存在だよな。ミツキはそういう価値観を持っている人なら、俺たちは結婚しない方がいいんじゃないか。え、何を言ってるの。タクヤ君には素敵なご両親がいるじゃないの。大豪邸に暮らしていて、とても裕福で素敵なご両親がいるじゃない。あの人たちは俺の育ての親だよ。別の両親なんかじゃないんだ。え、実は俺が生まれてすぐ両親が事故で亡くなってさ、そんな俺を母の兄夫婦は育ててくれたんだ。大豪邸に暮らしていてとても裕福で素敵な両親は俺の実の両親じゃないんだよね。そうなの。生まれてすぐのことで俺は両親の記憶もないし、俺にとっては兄夫婦こそが両親だ。だから別に美月に話すことでもないと思っていたけど、こういうことなら事前に話しておけばよかったね。結婚前の価値観のすり合わせってすごく大事なことだし。え？俺にとって両親は育ててくれた兄夫婦だけだ。でも実の親がいないのも事実。一人親どころか両親もいない俺なんて恥ずかしいよな。そんな俺が美月の結婚相手にふさわしくないよな。ごめんな、そんな大事な価値観を持ってるなんて気づけなくて。待って、たくやくん、別にそこまで大事な価値観じゃないっていうか。兄夫婦もよく言っていたよ。親が二人いても子供一人育てるのには苦労したって。特に俺は癇癪がひどくてとにかく手を焼いたらしい。そんな子育てを優子さんはたった一人で乗り越えたんだ。そんな母親によくあんなひどい言葉が言えるよな。その美月には失望したよ。結婚式は今すぐ中止しよう。俺はそんな価値観の人とは夫婦になりたくないんだ。待って、たくやくん、今日は私の結婚式当日なんだよ。友達も親族もみんなお祝いしに駆けつけてくれてるの。なのに中止だって恥ずかしいよ。俺は君の結婚する方が恥ずかしいと思う。だから結婚式は中止だ。スタッフさんにも今事情を説明したから。そんな。じゃあ優子さんには丁重に帰ってもらうよ。あとは俺たちの問題だ。結婚式中止とその後について話し合おう。ちなみに美月は何を言っても俺は意思を変えるつもりはないからね。お母さんお願い、今すぐ式場に来てちょうだい。私と一緒に拓也君を説得して。え、あなたたちまだ話し合っていたの。もうあれから2時間経っているわよ。拓也君と結婚するためなら何時間でも話し合うもん。さすがに式は中止になって皆さんには書いてもらったけど、でも結婚だけは諦めたくない。私も拓也君と結婚したいの。どうにか結婚中止だけを説得して止めたいの。もう無理だと思うわよ。拓也君かなり意志は固いと思うし。無理でも頑張るしかないの。だからお母さんも協力して。お母さんも一緒に頭を下げればきっと考え直してくれると思うの。愛する娘のために今すぐ式場に戻ってきたよ。無理無理、もう愛していないし。え、なんなら今仕事中だし、今から式場に戻るなんて絶対に無理よ。ああ、娘の結婚式当日に仕事なんてしてる場合？だって追い出されて暇になったんだもの。私暇な時間が嫌いなタイプなの。だから会社に出勤して今は仕事中なのよね。もう何なのよ、時間がもったいないから仕事ってそういうところが貧乏に臭いのよ。どうせお母さんの仕事なんて時給800円とかでしょ。休んだ分の時給を払ってあげるから今すぐ式場に来て。仕事よりも娘の一大事が優先よ。私の時給2万円だけど。え、ざっくりだけど今は月収300万以上あるからそんな感じかしら。ねえ、今から休んでそっち行けば払ってくれるの。説得に3時間かかったとして時給2万だから6万か。まあこれぐらいなら余裕で払えるわよね。ちょっと待って、何よその金額は。まさか6万も払えないの。違うわよ、月収300万のこと言ってるのよ。どういうこと、なんでお母さんがそんなに稼いでるのよ。なんでって、そりゃ働いているからでしょ。
母子家庭なりにあなたに貧しい思いをさせないように頑張ったもの。頑張ったからってそんな年収になれるわけないでしょ。母子家庭の親が月300万って、そんなのありえないんだから。そう言われてもありえてるし、会社で順調に昇進して、転職してまた昇進して送り返したの。その結果が今の月収よ。そんな、お母さんが、母子家庭の親がそんなに稼ぎがあるなんて。あは、ごめんね、ミスキ。私、この後会議に出るの。だから6万積まれても、やっぱり式場に行けないわ。待ってよ、会議より可愛い娘の一大事でしょ。いや、だからもうあなたなんて可愛い娘でも何でもないわよ。母親の努力も愛情も何も分かってくれない娘なんてもう知りません。え、あなたもいい年だし、母親がいなくても何とかなるわよね。それじゃあ今日限りでお互いに縁を切りましょう。二度とお母さんに連絡してこないでね。ちょっと待ってよ、縁を切るなんてやりすぎだよ。私はたった一人の娘なんだしさ、あの今日は式場に来なくていいから、今度一緒にご飯でも食べようよ。え、私地元に帰るからさ、10年以上ぶりになるから、私と一緒にご飯でも食べに行こう。拓也くんの説得は私一人で頑張るからさ、だからね、縁を切るなんて言わないで。あはー、お断りしておくわ。あなたとご飯を食べに行くメリットがわからないもの。もうあなたには愛情も何も持てません。というわけで今忙しいから、みつき、これからは一人で頑張るのよ。そんな、その後みつきは正式にたくやさんと婚約破棄することになりました。結婚式費用は俺のわがままみたいなものだからと拓也さんが全額出すということでしたが、美月はセレブ妻になれるからと貯金を大胆に使い切っていたらしく、しかも勝手に仕事も辞めてて、まさに一文なし状態。そんな美月からは何度も、絶はやめてくれ、一緒にご飯でも行こうと連絡は来ていますが、私は全て無視しています。そのうち実家にも突撃してきそうな勢いなので、それまでに家の方は引き払って引っ越しておこうと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。